回多分ウエストは入ってなさそうですけども、イーストに多分3パーティーいますかね。いやここはチームスナイプダウンの幸男がラスを落としている。スナイプダウン対ラスという有名の共演か。さあこの対面シェリーが張っているか、スコーカー落ちている。ジャスパーがスナイプダウン落としていますが、ここは取り切っている。来たのはチームマロンでしょうか。いやー先ほどの銃声聞いてきますね。アルナイトナイン、この距離落としていきます。オルトロスマジカルのトシちゃんを落としていきます。上位を狙うチームアサパンです。ここから落としていく。おっとうまい、うまい。いやコントローラーでここまで精度いいんですね。すごいですね今の。多分エイマーシート多分使わない、関係ないですからね、はい、多分ドローンは関係ないと思うんですけど、よく壊せましたね。マスのエイムがお綺麗です。そうですね。さあ僕残ってない、上側にこの隙はまさか彼がいるのか。僕が体力少ない状況を落としていく。落とし切ったのはやはりこのスキン、素手滝です。パンチ的に入ってるんですけども、ここ狙われてますよ。検知しましたね。スカーズホワイトのレオンが検知しているが、落としているのはキノコゲンジ。チーム打速でしょう。さあキノコが落ちている。さあさらにスナイプダウン入ってましたね。ユキオがキノコゲンジを落としています。さあスナイプダウン、おっとこれは打速さんの得意キャラ。いやー打速、ただ捉えている、捉えられている。ここはミラージュで黙られないかね。先ほどあのポイントをキープしたのはチームアドミンだったような気がしますか。おっとマジ、ゲンちゃんゲンちゃん、ルーをスピットファイト落としている。いやー強すぎるぞ。ここで確定取っていく。リハでも関係なくダメージ出しますね。スナイパーの嵐回復できるかどうか。いやこれは正範、いいグレード入ってますけど、さあ手前のドンファイト、手前の弾が出まさるか。さすがにこれは苦しいないか。いやいやいや上に持ってるか。カボテン選手のグレードいい感じになってましたね。これはデバエイトでは苦しいか。あとちょっとですね。じゃあしっかり張ってリロードできている。あー強すぎる。これが世界最強のパッドプレイヤーと言っていいゲンちゃん、ゲンバーテンが取りました。さあチームマロン、いやうまい、ヘッドに当てていくジュピターの竜。おっと なんていうとこに、すごい、ここで EMP リブート、アトドームでしっかりドームを剥がせない動きを取っていく。いやうまいですね、しっかりと、うまい、おっと落としていく。いやお見事チームマロン、最後の時点でこのラーのシュー君が2枚カットから落としていきました。第3ゲームはチームマロンがお見事チャンピオン。さあどこでしょうか。さあ駅の方での敵のシーンが見ているようです。さあ駅に取っていく。さあラスパンタッチゲームですね。いや強いぞ、タツがしっかりフォローしている。ジャスパーも落としていきます。残っているのはラスのみ。これはチームジャスパーとしては手痛い。もうバナーを披露しか優勝への道は遠いなるところになります。エルスター、いやー振り向いている。うわジップマジン、スーパーマジックショーの始まり。ええ落とせるのか。いやただこれテルス状況があまりよろしくない。上も警戒しながら注射器フェイントから降りていく。待ち構えているボルト落としていく。ただこれは別の車線。いやただラスあるのかと思わせるような動きです。いや実際一人でこれマスティックだったら絶対やりましたからね。いやそうですね、よくここまで持っていきますよね。日本の FPS 界の至宝、世界のウォッカー。さあこれはスラッと登っていく。いやただこれはしっかり待ち構えている、人数有利を作っていました。アルナイトナイン、ノーセプションのエース、登って追い詰めていく、切り替えてこの M、 あと一発ヘッドショットで当てていくエヴァエトート。おお、いやうますぎうますぎ。いやヘムロック、た体力少ないが入り込んでいく。いやこのウォッカーがやはり強すぎる。カービンで腰打ち集まえてますか。今日のこれはキーボードとマウスで参加してる可能性はあるんですかね、ちょっと分かんないですけど。さあここはユキオの体力状況少ないが、うおスナイプダウン、ノーセプションのエースをワンマグで落としていきました。さあユキオとスナイプダウンしか残っていません。裏
裏をついていく。フラッググレネードをその場で拾っていく。さあ石ころのようにその場で落ちていたフラッグで前に出させていくが、ウォッカーが前に出る。ただエースが落ちています。さあ対面勝負、ウォッカーはどうだ。最後ヘッドショット入れていく。ここ対面制してみせたヘムロック、落としている。いやー、ただ素手滝が入ってきました。いやー、ウォッカー選手うまいですね。本当にいい動き見せますね。さあジュピターがぶつかっています。素手滝対タツ、まずはタツが素手滝を落としています。このファイト、裏取っている、落とし切っていきます。即戦即決の動き、チームマロンがチームヌンバラを落としていきました。ただここにアルマンズが入ってくる、第3チームが入ってくる。ここの介入です。マスを持つことが許されている。ジュピター3チームですかね。さらにジュピターの次元が入ってくる。はい、ジュピター3人揃いました。ディオールのマロン、うおー、かなりダメージ与えていく。ただタツが次元を落としていました。とどめは刺している。回収を落としますが、これ前に詰めさえすればウルトラ回避できるので、このまま攻め切りたい。そうですね、おっとでも、シュゴ、うおー、ここもウィングが光っている。いや、ただドーム側からの射線もあるのか。いやー、だいぶ苦しそうですね。しかし、ここでキルリーダーになりました。さあ、打足です。打足が映っている。フラットライン。このライン切れるのでかいですよ。キルは取れている。先ほども多分、さあ、バーチャルゴリラもファイトです。対面、マスキング。アーマー割ってスイッチ変わっていきます。落としている。ちゃんとスライドしてましたね、ゴリラ選手。さあさらに南への移動になります。さあマサミチャンネル、ホライゾンのグラビティリフトでちょっかいをかけていきます。ここで玉那覇が落ちます。さあチーム渋谷春もいい形を取っている。残りワン舞台タイムになっています。チームデュークとチーム渋谷春、ヘルス状況ではかなり有利のチームデューク。柵が右側、これですけど渋谷春選手がドーム勝ったので、これ決めたんですね。前ドーム落ち着いている。飛び込んでくる時も与えている。レオン落として、残りは上から渋谷春が降ってくる。そこを3人で捉えて、チームデューク、この第4ゲームでとんでもないキル数を稼ぎました。チームデューク FFL ドラフトカップの最終ゲームのチャンピオンです。さあ、アリさん、これかなり分からなくなってきましたね。なってきましたね。はい、ということで、こちら総合結果、はい、準備ができたようなので、はい、改めて見ていきましょう。 FFL ドラフトカップバージョン Apex Legends、うん、最終結果どうぞ。さあ全20チーム参加となりました。優勝はどう出るか。トップ33位にチーム渋谷春、そして2位にチーム正則、そして2点差、わずか2点差で優勝となったのはチームデュークです。おめでとうございます。チャンピオンチームはチームデューク。これはもうキルムーブがガンガン光ったという。